まあ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 来た。あーでも文字が白い。ファイヤー赤かい。おっしゃ、投資4万3万6000おいらー当たりたいって叫んでたんすよ。台が無双の時とせ、負け戦こそ。ただ次の移動時間がですね5時間ぐらいかかる、余裕でかかるということなんで、もう今日はちょっとこの辺で終わりたいなと思います。ということでですね、全合計4戦してですね、1勝3敗とどっちが上か分かれへんけど、これで、これではい、どうぞ。よろしくです。ございます。気をつけて、男性、はい、お疲れです。命だけをね、命だけは大切にね。あれやな、僕らこのキャラバンあと2日しかないですよね。その間に果たして男になれるか。それはなろうと思ったら、だって言っときますよ、僕の国では雪降らないからね。オーストラリア住んでる国には、うん、運転したことないよ雪の中では。なんやねイングランド言ったらよお前、オーストラリア言ってどっちやんお前。運転した国やで、イギリスで運転してないやんか。知らんわ。7歳やこれ運転できるか。知らんわ。7歳で運転できるか。知ってるやろ。お、見えてきた。かっこいい。そびえ立ってますな。お、新潟とは思えない建物。すごいね。すごいでしょ。到着しました。新潟県のチェックポイント、トキメッセ。ここね。その上まで行くんですよね。行く。そっからちょっとこの全てを見ようかな。この、ね、あれだけ上からね、実はあの刑事が金津くんと一緒に攻めた佐渡島が、佐渡島が見える。はあ、じゃあそこを見たいと思います。よし、西側。おお、おったじゃん。ここれでしょ、佐渡アイランド。佐渡アイランド、佐渡ヶ島。こっから見たらバーンって、いやでもこの写真にしても薄く見えるはず。薄いな。ただねやっぱりね、ケージはこんな高いところから見てるじゃないでしょ。昔やったら31階ないもんな。いやケージは向こうの島に行ってたからね。そう、実際行ったんですよね。僕らも行くんですか。え、いやもう今から富山行くから。あ、そうか。見て、あそこまで刑事が船で頑張っていたのか。そうそうそう。今ね、富山に行く途中です。なので皆さん待ちに待った、ダダーン、サイダーリポート。さあ、フロン富山ブラックサイダーです。醤油となんとか風です。こしょこしょ。醤油やん。マジで。いや結構醤油やん。これ醤油っす。トンネルの外が結構降ってきてるね。結構降ってきてんな。こっからちょっとゆっくりね。ゆっくりやな。緊張しますな。ね、緊張してるよ。怖すぎるわ、もう勘弁してよ、もうめっちゃ怖い。めっちゃ怖かった今。本気で死ぬかと思った今。やばい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 。
前見えへんやんか。やばい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 。もうこれ高速でしょ。こんな状態封鎖しないとダメでしょ。あ、そんでユッキすげえ。猛吹雪っすよ。猛吹雪。みんなこれ。さあ、何がほんまや。さあ、戦や。しんがりモードですよ。しんがりモード中やで。カーブすごいよ。もういっぱいなんか降ってくるもん。お、小山県に入ります。小山県来ましたな。綺麗に撮れました。はい、富山県、入りました。富山県めっちゃ首出してもうてるやん。あ、絶対戻らへんやん、あれ。もう引っ込むよりも引っ込められるじゃん、あそこまで出してたら、ね、無理やな。出すぎやで、あれすごいな。めっちゃペルだ。ペル出してるね。いやもうだって多分もう雪当たってるし風冷たいし多分もう下だって風に流されてない。そう、なんかねすごいよ。富山といえばね、わお、富山ブラックっつうね、ラーメンが有名らしいんですから。うん、俺たちはねそんなねメジャーなとこ行かないよ。その代わりうどんを、あうどん、名物のうどんがあるらしいんだよ。それ食おうじゃない。すげえ、すげえ、うまそうやな。はい、ドジャーク。ほら見えてないです、運転中。ほら見えてない。はい、はい、着きました。富山県のチェックポイント富山城です。ここね、前田県には大事なとこらしいんですけど、まあいろいろ見た感じでは前田慶次という文字はどこにも見当たらなくて、ここはね、義長が隠居に使ったお城なんですよ。はぁ、まあ、直接じゃあ慶次はこっちに来てないってこと。来たかもしれんけど、まあ、来たかもしれん、あ、遊びに、遊びに、みんなちょっと飲もうやみたいな感じで。どうだ。違うんだね。歌舞伎にはね、どうすればいいんかい。ダイブです。ダイブか。ダイブしかないです。オッケー。オッケー。顔から行くでしょ普通。え？顔から行くでしょ。よし、行くぞ。え、死んだ？オッケー。なんかもう一回、なんやろな、なんかなんか足らんな、なんか叫びながらの方がいいんじゃない。あー、おりゃとりあえず雨すごいし帰ろうや。あ、しかも言ってなかったけど、あの城、あれやから、富山城じゃないから。あ、何城？あ、ただの博物館。いやもう金沢ですよ。ね、早いね、時間の。もう金沢ですよ。時間経過早いね。どうでした？勝ちましたよ。見事な勝ちプリですよ。プラス3300発ぐらいです。素晴らしい勝利。素晴らしい。プレゼントの数が増える。また増えましたな。いい仕事したんやろ。仕事しました。もう疲れたんで。富山かい。富山で。富山の雪かい。ああ。歌舞伎すぎた。歌舞伎すぎたね。疲れた。普通に。おはようございます。おはようございます。
かり汗かいちゃったね。今から刑事のお膝元ですよ、金沢。お刑事が住んでた金沢城に。すごいな。行きますよ。ついに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 、なんていうかな、刑事、今まではね、僕らはそこまでの刑事関連のところそこまで行ってなかったでしょ。刑事関連行ってなかった。昨日はまあまあやっとみたいな、ね、まあね、今日はまさにみたいな。やってまいりました、石川県のチェックポイント、金沢城跡。前田刑事がね住んでたとこですよ。やっとこの旅で、帰ってきたって感じですよね。ただいま。え、お前刑事がどっちかちょっとカルロスじゃね。違うわ。僕ら我々は刑事でしょ。カルロスでしょ、あなた。あなた一人だけカルロスでしょ。もうそれを置いといて。苦しいね。でもまあまあ、こっからね、なんでここにしようってすごい分かるんですよ。さっき歩いてたら全部見えるんですよ。きっとここに城があったらもう上から大変遠くまで見れてたんじゃない。あ、あ、あ、これなんか縄文突破できるじゃん。食べたことありますよ、美味しいよ。はい、はい、いただきます。あ、甘い入ってんの。じゃあ、あれカツをこっちの皿に受けるの。そう、1、2、3、すごいな、4枚。うまかったですな、ソースカツ丼。美味しかった。中パン。だけ食べたら、そらんだけ食べたら。もうね、食べてより眠くなっちゃった。またのけ。またのけ。ああ、この右側にあるはず。あれだ。あった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 。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。店じゃないの。やってまいりました、福井県のチェックポイント、戦国の館でございます。どういう場所か僕ね一切聞いてないんですけど、戦国っていう字が入ってる時点でね、もう刑事関係絶対たっぷりいろんなものあると思うんですけど、早速中入りたいと思います。行ったじゃない、小田原城。行ったね。大阪城。お、お、一発目のページや。男やな。結婚せんと、こんだけ子供いてた。ねえ。特徴不明、ニックネーム、はあ、かぶいてるとこはつてんのかな。かぶいてるやん。何だよ、ね、いたずらされてんの。トイレ用の服、歯の服、なんだそれ。ゲットしたよ。 100% 今日勝てるようなものを手に入れた。100% です。信じないでしょ。見たい。その袋を開ける下りが長いから、早上げてくれ。もうもっと遊ばしてよ。前田刑事、
歌舞伎飴。怖い。これあるとね。歩いてるね。ほらがらね、ケイジのね、ほらがら。これでかぶけるよ。うん、おいしい。あ、めっちゃいい。梅の味がたっぷりと。梅の味するの？梅。へぇ。梅のロックキャンディ。うちに行こう。勝てる。今日は勝てる。最初戦やしね、言って。私たち。よし、じゃあ実践しに行きませんか。行きますか。行きます。何その嫌な感じ。いや。あ、わかった。食べてないから。はい。なるほどね。うん、食べてないから。これを食べればね。うん、そう。確かに美味しい。美味しい。いいでしょ。美味しい。いいでしょ。美味しい。行こう行こう。実践行こう行こう。めめ。行こう行こう行こう。浴衣、着物、センス。出たんすか。え？出たんすか。ああ、実践ね。ボコボコにやられちゃいました。45,000円のマイナス。ほぼええとこなしやな。いくら経ったんやけど、3年で終了。全のまれ、全突破。さよなら。おはようございます。朝ですな。うん、朝です。時間は。あったかい。あったかいね。12月なの、うん。いい天気になりました。あったかいとはね。今から秀吉が作ったという地楽台。地楽台。勝負の小太郎との決闘で再現された地楽台ですよ。ね。楽しみやな。踊れるかな。踊れそうな気がする。その気がする。着いたみたいけど、住宅街でしょ。そうやね、大きい住宅街やね。舞台言ったでしょ。うん、大丈夫大丈夫。探せば舞台もあります。行こうか。住宅街でしょ。だな。だって町屋とか見えるし。だな。このビル？これ違うよ。だってこんなんでしょ。見える？ちょっと待って。あ。あって。あって。書いてるね。これ？これ？これでしょ。これだな。どうぞ。どうぞ。舞台やで。舞台に上がりました。顔いてる顔いてる、かっこいいかっこいい。よー、トモ君顔いてるよ今。顔いてる。顔いてる顔いてる。すげえ目立ってるもん、この住宅街で。住宅街で今一番目立ってるよ。ほら、もうおばちゃんも今日何してんねんって言ってる。こうだって、これ俺の舞台でしょ。そう、君の舞台。君の旅の一番最後の舞台だよ。もう帰るわ。もういいわ。もう帰る。もう帰る。ゲンさんがここら辺におると思うんやけども。あれか、あった、あれか、全然出てけへんやん。全然出てけへんやん。出てかないっす。あ、出ていかない。おい。出た、出た、えい、出た、えい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 、お疲れ、お疲れ。こうだ、なんか白々しいけど。なんやねんっていうか、あなたは。え、
全然男道っぽくないですけど、いや夏っす。あ、夏どうした最近流行りのカンチャンオスタイル。えあの、あれや、あの今流行りの、今流行りの、はい、なるほど、それも男ほんまかいなじゃあここからは私ゲンがこのバトンを引き継いで頑張ると。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。